小銃。小銃は、兵士が個人用に使うための軍用銃で、軍隊では最も一般的な消火器である。小銃一般を指し、ライフル、A、ライフルあるいは、ライフル銃と呼ぶこともある。この表現は、ライフリングに由来するが、ライフリングを有する銃の全てがここで言うライフルに、当てはまるわけでない。また、日本語で、小銃といった場合、本来は、 ライフリングの有無を考慮しない定義を参照。小銃とは、兵士が両手で保持し照銃して発射する火器を言う。近代から現代にかけて、主に不評を一個人が携行する、最も基本的な武器、不評銃として使用されている。近距離から遠距離まで、広い範囲の射撃をこなせる万能性を持つ。一人で持ち運べることや、 射撃の自由度が高いことが求められるため、重量や反動が課題で立射ができない銃は、小銃とは呼び難く、この点から、火力支援用の機関銃や、大物ライフル、対戦車ライフルなどは小銃に含まれない。ただし、初期の小銃には軽量化が不十分で、支え棒、一脚を用いるものが存在した。小銃の前身は、16世紀頃まで存在していた。 ハンドカノンやハンドガン、ハンドガンと呼ばれる小型の大砲である。15世紀頃からは小型化が進められ、現在小銃と呼ばれる銃器に近い形状のものが現れ始めていた。この中で大砲と小銃という区別が生まれ始め、ひなわ式発火装置、マッチロックの発明がこれを決定づけた。固定式消門を備えたひなわ銃は小銃及び発砲が非常にたやく行えるため、 これによって小銃は個人用の携帯火器として大砲と明確に区別されるようになったのである。最も初期の小銃としてはスペインで開発されたがある。これを装備したスペイン銃兵やドイツ洋兵は剣類を主に配備された他国軍を各地で打ち破った。16世紀には火縄式の火種に関する欠点の克服を試みたハリン式発火装置。 ホイールロックが開発されたが、ひなわ式よりも高価であり、また、構造の複雑性、個信頼性も低かった。そのため、ハリン式の採用は主要用や、機兵用といった限定的な範囲に止まった。16世紀を通じて小銃は普及、発展し、旧来の重装機は戦術を完全に無価値なものとした。一方で、当時の小銃は再装填に時間がかかり、 総展示の隙をついて行われる騎兵や槍兵の攻撃に銃兵隊は対できなかった。そのため各国の軍全体に占める銃兵の割合は徐々に増加してはいたものの16世紀末の時点でも全体の半分には達しない程度だったという。1640年頃には銃剣、バイオネットが発明された。 これによって、従来装填の合間を狙って行われていた騎兵の突撃にも対処し得るようになり、小銃兵の戦術的価値は大いに高められた。後に近接戦闘能力の高いアサルトライフルが普及し、かつてほど重要なものとはみなされなくなった。しかし未だ着剣装置は小銃に必須のものとみなされていることがほとんどである。ライフルと呼ばれる小銃が登場した頃は、 前装式、マズルローダーかつ、ひなわ式、マッチロックの銃が主流であった。その後、着火方式は、引き留発式、フリントロック、カンダ式、パーカッションロックへと発展した。19世紀後半には、弾丸と発射役、雷艦を一体化させた、実行、カートリッジが発明され、これを用いた後装式、ブリーチローダーの照準が普及し、 さらなる連発式小銃の研究も進められた。実砲自体の研究も盛んに行われ、従来の黒色火薬よりも高いガス圧を安定して得られる無塩火薬の登場により弾丸を昇降系化、軽量化しても十分な威力が得られるようになった。実砲の小型化は連発式小銃の開発をさらに推し進め、やがて自弾の装填を自動で行う自動小銃へと繋がっていった。 では、ライフルを次のように定義している。つまり、重心に、戦場、ライフリングを有する柿全般がライフルであるが、単に、ライフルという場合、普通は小銃を指す。全米ライフル協会、NRA の立法行動研究所、NRA らでは、ライフリングを施された、片内の銃、A ショルダーガンウィズライファルドボレ、という定義を紹介している。ライフリングは、 様々な銃砲に刻まれているため、本来、ライフルという語は小銃のみを指すものではなかった。小銃一般を指して、ライフルと表現することもあるが、これは、アメリカ独立戦争の際、当時珍しかった、A、ライファルドマスケット、ライフリングが施されたマスケット銃を装備した、ミニットマンが、従来のマスケットを装備したイギリス軍を狙撃して、悩また孤児に基づく。それ以来、 ライフルという言葉は、小銃という意味合いを含むようになり、史上自体は、ライフリングと表現されるようになったという。日本語における小銃とは、ライフリングを許さないひなわ銃やマスケット銃などを含む言葉である。日本では、江戸時代の終わり頃まで、銃砲、ガンのうち、大きいもの、砲、大銃と呼び、小さいもの、銃を、小銃と呼んでいた。 明治時代に入ると大きいものを、王と表現するようになったため、大銃という表現は、次第に使われなくなり、不評が用いる、個人用銃を指す、小銃という言葉のみ残ったのである。当時の銃法は、ライフリングがないわけであるから、小銃という言葉は本来ライフリング、空戦もしくは市場のあるなしを区別しないのである、重心。防衛省では、 ライフルの英単語に対応する語として、小銃を当て、個人傾向の基本となる片打ち銃。使用目的によって、不標銃、機銃、突撃銃、祖、狙い撃銃などがある。と定義している。日本の法律上、小銃とは、軍用銃のみを指し、同一の下記であっても、民間で所有されるものは、両銃として区別される。また、銃法等権類所持等取締法。 銃刀法における猟銃とは、ライフル銃をよ、ライフル銃以外の猟銃の二分類からなり、ライフル銃以外の猟銃は、さらに、三段銃と、ライフル銃及び、三段銃以外の猟銃に分かれる。空気銃は猟銃に含まれない別分類とされている。狩猟用ライフル、所持目的が、狩猟用である、ライフル銃を所持する場合は、猟銃、法的な区分による猟銃であり、 狩猟目的とは限らない、散弾銃や競技用、ライフル銃を10年以上継続して所持しているゆう、実績が必要である。また、狩猟用ライフルは、狩猟法の規定により、合計が5 9ミリ以下のものは認められない。競技用ライフルの場合は、日本体育協会の推薦が必要となり、射撃大会などの成績により認定される、弾球くらいに応じて、エアライフル。 小口径ライフル、口径5 6ミリ、大口径ライフル、口径8ミリ以下に限られ、口径5 6ミリであってもセンターハイヤーのものは、大口径として扱われるが所持できる。この場合必ず、エアライフルから始めなければならず、バイアスロン及び、近代ご主要のライフル銃は、ビームライフルからでもかである、小口径を経て、大口径ライフルへと段位を積み重ねる必要がある。また、 推薦要件は手動単発式ライフルのみであるため、小口径、大口径の競技銃はボルトアクションに限られ、狩猟用のような半自動式ライフルは競技用として、所持できないライフル凶などの推薦が出ないため、また、狩猟用、競技用とも構造として5発を超える相談が、装填できる断層を持つものは許可されない、薬室内1発、断層内5発のものはか、 現在の小銃は、ほとんどがライフリング、市場、空戦を有し、ここから転じたライフルという子は、小銃と、ほぼ同義となっている。また、ライフリングという子自体は古フランス語のライファラーに、由来し、もともとは、削るなどの意味を持っていた。市場重心から打ち出される弾丸は、ライフリングに浅く食い込みながら進むことで、回転運動を与えられ、ジャイロ効果により、 格好重視により、はるかに高い直線、低振性を得るため、精密な射撃、狙撃が可能となる。ライフリング自体は15世紀中頃に開発されていた、ものの、いくつかの技術的問題からほとんど普及していなかった。実用的なライフル銃、試乗銃は1740年代に、イギリス人科学者によって理論的発明され、その後のアメリカ独立戦争。 1775年から1783年、ナポレオン戦争、1803年1815年を通じて実際に運用された。19世紀に入ると、イギリスで前装式ライフル銃として、ベーカー銃、ブランズウィック銃が開発されている。この頃までにライフリングの利点は広く認識されていたものの本格的な普及には至らなかった。 前装式小銃にライフリングを施した場合、銃口から弾丸を装填することが非常に困難となったためである。やがて一回り小さい弾丸を装填後に押し潰し、ライフリングに食い込ませる、膨張式弾薬開発され、これをさらに発展させた、長径弾丸、ミニ A 弾を用いるミニ A 銃の開発、1849年によって、史上重心を有するマスケット、 の普及が始まったのである。なお、近代以降の日本における、小銃とは、本来は常述のライフリングの有無や全装式、後装式の区分に関かかわらず、比較的超重心で個人が携行する銃器の総称であり、欧米における競技のライフルとは、厳密には意味が異なる。軍用小銃には原則として、銃剣を取り付けるための着剣装置が設けられている。 着剣装置がない銃では、ソケットタイプの銃剣を銃口に被せることで、着剣できるようになっているものが多く、全長が短いブルパップ小銃によく見られる、通常の着剣装置より銃剣を含めた長さを長くできるため、小銃が普及し始めた頃、射撃後の再装填には非常に時間がかかったため、その合間を狙って騎兵による突撃を受けて追い散らされることが多く、 これにこうするには、槍で槍ぶすまを作る必要があった。1640年頃には、銃剣が発明されたことで、小銃は槍としての役割を兼ねることとなり、かつて銃兵の天敵であった騎兵にも対処することが可能となった。またかつての小銃は、発射速度や命中精度が低く、小銃の打ち合いだけでは、決着がつかず、大応が乱れたところで、 銃剣突撃を行うのが通例であった。現代の小銃は近接射撃能力の高いアサルトライフルが主流であり、かつてほど銃剣は重要なものではなくなった。対戦中のドイツは生産簡略化のために自動小銃から銃剣を廃止、戦後も威圧的な印象を与える銃剣を用いなかった。しかし現在のドイツの小銃にも着剣装置は備えられている。また、 アメリカ陸軍においては、ルイスミレット隊員によって1951年に実施されたものが最後の大規模な銃剣突撃とされており、2010年には基礎戦闘教練、ベーシックコンバットトレーニングから銃剣座しの項目が廃止された。しかし銃剣そのものが廃止されたわけではなく、近接戦闘訓練の一環として残っている。初期の小銃は銃口もしくは、 重心の途中から弾丸と発射薬を詰めて使用される前装式が主なものだったが、遮蔽物に隠れたり伏せたままで再装填を行うことが難しいなどの問題があった。1830年代には近代的な後装式小銃の開発が進められ、1836年にはフランス人が初めて実用的な製品を開発した。また、同年には、 プロイセンのが最初の実用的なボルトアクション式であるドライ銃を発表している。5層式小銃は全層式小銃に比べてあらゆる点で優位を認められつつ、一方で当初は閉鎖機構や新型実砲、各種薬莢で弾丸、発射薬、着火薬を一体化させたもの,の信頼性に問いがあったため、すぐには普及しなかった。1850年代に入ると、 技術発展に従い機械部品の精密加工が可能となり、十分に信頼しうる五層式小銃の製造が始まった。1860年代までに全層式小銃はほとんど使用されなくなった。現代の小銃に使用されているのは各種薬莢で弾丸、発射薬、着火薬を一体化させた実法を用いる五層式であり、薬莢を重心交弾。 薬室部に差し込んで発火させた際に発射時の圧力で薬莢が飛び出さないよう言うていで閉鎖するためのボルトアクション式をはじめとする各種の方式が考案された。単発銃の装填時間の長さとそれに起因する時間あたりに可能な射撃数の少なさは大きな欠点とみなされていた。改良のための試行錯誤は早い段階から始められており、初期には 複数の重心及び閉鎖機構を組み合わせた多重心銃がいくつか考案されている。また、これをさらに発展させ軽量化を図ったのが単一の重心及び閉鎖機構と複数の薬質を組み合わせた転式銃、リボルバーである。1860年3月、アメリカでは最初期の断層式連発銃であるスペンサー銃の特許を取得した。 スペンサー銃は、銃床内に固定式のチューブ型弾倉を備え、7発の実砲を収めることができる。装填に手間がかかり、1分間あたり15発程度しか射撃できなかったものの、南北戦争中には強力な銃器として重宝された。同時期には、ウィンチェスター銃、ヘンリー銃といった連発銃も開発されている。1860年代以末。 最初のボルトアクション式連発銃が開発され、その後もチューブ型断層を用いる連発銃の改良が進められた。1885年、オーストリア人技師がおツ断層式あるいは中央断層式として知られる形式のボルトアクション式連発銃を初めて開発した。これはおツ内に固定式断層を設けた方式でチューブ式断層と異なり、 複数発の実砲を同時に装填することが可能だった。以後、オズツ断層式、ボルトアクションは世界各国に普及し、長らく標準的な連発銃の形態として採用されていた。現代の小銃では固定式、または着脱式の断層に実砲を保持する形式のものが大部分となっている。 弾薬の昇降経過に伴い弾装の相談数は年々増加する傾向にある。一つの弾装で50から100発もの実砲を保持し、小銃を簡易な分体支援下記とできる弾装もある。1880年代には、無塩火薬の発明による所速や、射程の向上、成銃技術自体の発展を受け、昇降系小銃の普及が進んだ。装填や肺、鞘が自動化された小銃。 すなわち、自動小銃の開発が始まったのもこの頃あり、1882年にアメリカのウィンチェスター社が最初期の半自動小銃を発表しているほか、1908年にメキシコの将軍が開発したモンドラゴン小銃は初めて軍の正式小銃として採用された自動小銃だった。現代の自動小銃では、主にガス圧作動方式もしくは、 自動ブローバック方式の自動化機構が採用されている。ボルトアクション小銃、ボルトアクションライフルは手動で、UT、ボルト、薬室に弾を送り込み薬室後部を閉鎖する部品を操作し、薬室の閉鎖、開放を行うか機のことである。日本語では、鎖管抜き式、左サ三サ式とも呼ばれる。ボルトアクション機構は、プロイセンのが開発したドライゼ銃で、 初めて採用された。各種のボルトアクションライフルは、ドライゼ10を改良した系譜に連なっている。19世紀中後半から20世紀中半にかけて、多く使用された。手動でボルトを操作して装填するため、連射速度は遅いが、剣道単純な構造かつ製造コストの安さで、高い信頼性と命中精度を有し、アサルトライフル、自動小銃が普及するまで、 代表的不標銃であった。現在では、狙撃銃など、発射速度より精度を重視する場面において使用が限られているが、民生用途では、スポーツ用や狩猟用など現在でも幅広く使用されている。レバーアクションは、ライフル銃の機関部下側に突き出した、用心鉄、引き金のガード部分をレバー化し、これを下に引き。 それをまた戻すことによって、遊程を前後に動かし、薬室から薬莢を排除すると同時に示談を装填して、薬室を閉鎖する仕組みである。レバーアクションの閉鎖機構は、シャクトリム市場のトグルジョイント機構を採用したものが代表例である。日本語では底木気ぬた式、定眼式とも呼ばれる。レバーアクションは、S&W 社の創立メンバーが製造、販売した、 最初期の連発銃であるとして発明され、ヘンリー銃として普及し、ジョン・ブローニングによる改良で完成され、ウィンチェスター社によって大量販売された。レバーアクションは、可動部の多い構造になることから、強度面に問題があり、また、断層内に弾薬を縦に並べる方式を取るため、先端の尖った形状の弾頭が使えず、発火薬である雷管を薬莢底判の中心に、 配置したセンターファイア方式の弾薬が使えない重列相談の弾倉に先リ弾やセンターファイア方式の弾薬を相談すると衝撃で暴発する可能性が高いため強力な弾薬が使用できないという欠点があった。また、その操作方法上、副写姿勢を取り固いため軍用銃の主流にはなれなかったが民生用として広く普及した。また、 この閉鎖方式を応用して、ショートリコイル方式の自動装填機構と組み合わせたのが、ハイラム・マキシムが発明した、マキシム機関銃である。自動小銃は、ボルトアクションを発展させ、ボルトの駆動を、従来の手動から、ガス圧作動方式もしくは自動ブローバック方式を利用して、自動装填化した小銃を指し、20世紀中半から現代まで広く使用されている。 軍用向けの製品には、フルオート射撃機能を持つものもあり、携帯によって、アサルトライフルに分類されている製品も多い。また、全自動連射可能なものを、自動小銃と称し、単車のみのものは、半自動小銃と呼び分けられる場合もある。多くの国では、フルオート射撃機能を持つ下記の民間人による所持を、制限ないし禁止しているため、 これを除いた製品が自動小銃として市販されている。アサルトライフルとは自動小銃のうち実用的な全自動射撃能力を有するものを指す。現代的なアサルトライフルの原型は第二次世界大戦中にナチスドイツで開発された MKB42、MP43、STG4 だと言われている。m k b はで使用され、 これを六獲したソ連は1943年にアサルトライフル開発計画をスタートさせ、その成果として AK-47 が生まれた。一方で米軍では従来型の自動小銃を使用し続けたため、ベトナム戦争中に AK-47 を装備した共産側勢力、北ベトナム軍、ベトコンに苦戦し、これに対抗する火器として M16 を採用した。 M16 にはデザインに起因する作動不良の問題があり、姉妹製品の AR-18 の影響を受けたアサルトライフルが各国で採用されるようになり、日本においても89式小銃が採用されている。AK-47、1947年、式カラシニコフ自動小銃の意は、ソ連の技術者、軍人であるミハイル・カラシニコフが開発したアサルトライフルである。 そのため、AK-47 系列の小銃は、カラシニコフ銃とも呼ばれる。第二次世界大戦に従軍し負傷して入院したカラシニコフは、戦闘中に見分した、ドイツの短期艦銃が持つアドバンテージに、大きな影響を受けて、銃器デザインに没頭するようになり、いくつかの試作品を制作したことで、ブラジーミル・ヒョードロフ、フェドロフ M1916 の開発者が指揮する。 新型小銃の開発プロジェクトに参加を許された。カラシニコフの設計は、ドイツの MP43 の基本構成から強い影響を受けていたが、内部構成は、米国の援助物資として送られた M1 ガーランドや、USM1 カービンを参考としており、結果として優れた銃は完成し AK、AK-47 として、ソ連軍に採用された。AK-47 は、 採用後もプレス加工部品を増やして生産性が高めた改良型のアカムとなり RPKK 機関銃などアサルトライフルの範囲にとどまらない多くの派生系を生み出した1974年には弾薬を昇降系、高速弾に変更した AK-74 に発展している AK 系統の銃は内部に意図的に隙間を取ってあるため北極圏の低温や 砂漠の高温で起きる金属の伸縮にも耐え、製造時に部品の寸法に多少の誤差があっても許容できるため、製造技術の低い国でも量産が可能で、信頼性も非常に高い。そのため、東欧諸国や共産圏を中心に世界中で生産されるようになり、密造銃を含め全世界で約5億兆程度が流通しているとみられる。 安価で信頼性が高いことから、発展途上国の軍隊や武装組織が好んで使用することでも知られている。幼い少年兵ですら運用できる。この銃は、地域紛争を激化させる要素として、国際問題化すらしてる。中央アジアでは、ソビート連邦のアフガニスタン侵攻の際、ムジャーヒディムに大量供与され、 その一人で、後に、アメリカ同時手発テロ事件の首謀者として知られることになったオサマン・ラディンも愛用していたことで知られる。M16 自動小銃は、ベトナム戦争中に採用されたアサルトライフルである。原型は著名な銃器設計技師である。ユージ人ストーナーが開発した AR-10 及び AR-15 で、M16 はこれを発展改良したものである。 1960年代にアメリカがベトナム戦争に本格介入するようになると M14 のフルオート射撃時の反動制御の困難さと傾向弾数の少なさが敵型の共産軍、北ベトナム軍、ベトコンが使用するアクスックスに比して劣っている点が問題視されるようになり空軍が基地警備用に採用していた M16 を試験的に使用したところ 軽量さと蛍光弾数の多さから兵士に好評を得たため陸軍海兵隊でも正式採用された。これにより M14 は退役することになったが海兵隊には M16 への更新を拒否して M14 を使い続けた部隊もあった。この M14 は後にバトルライフルという区分で評価されていくことになる。 アルミ合金のレシーバーを採用することから来る脆弱さ、デザインに起因する作動不良と、これを防ぐためのメンテナンスサイクルの短さといった欠点があるものの、リュングマン式と軽量のボルトグループを採用したため、命中精度に優れ、部品の多くにアルミニウム合金や繊維強化樹脂を用いて徹底した軽量化が図られており、 弾薬三十発を装填しても重量は四キログラムを切る M16A2 という現代アサルトライフルのトレンドを作ったモデルである実際に各国で採用されたアサルトライフルの多くは姉妹製品の AR-18 をもとにたものが多いベトナム戦争中に実戦投入されて以来この銃は改良が繰り返され M16A1A2A3 A4 とバリエーションが発展し、カービン型の M4、M4A1 とともにアメリカ軍で長く使用されている。日本では漫画ゴルゴ13で主人公が愛用していることから一般人の間でも比較的知られた存在である。バトルライフルはアサルトライフル出現後の概念で 7.62X51mm ナトウ弾のような 大口径のフルロード弾を発射するため、フルオート射撃時の制御は極めて困難で、おのずと、セミオート射撃を主として運用されるようになった自動小銃。前述のスプリングフィールド M14 が典型例とされる。古くは、バトルライフルという用語は単に、軍用の小銃全般という意味で使われていた。カービンは、騎兵銃、騎銃とも称し、本来は騎兵など、 乗馬本文社が用いるための小銃であった。通常の不標銃に比べ、馬上で取り扱いやすいように重心が短くなっている。小銃の歴史は短縮化の歴史であり、第二次世界大戦時にナチスドイツが主力小銃として運用したカー98キロ1898年式、短期兵銃の岩、具98の基兵銃型にあたる。 カー 98A をさらに単重身したものである。20世紀初頭から戦艦期にかけて、世界では不標銃と騎兵銃を統一化する動きがなされ、スプリングフィールド M1903、モス36、カー98キロ、カルカの M1938、99式、単小銃、従来はカービン、騎兵銃とされていた重身長の小銃が、 主力小銃となっていった。カービンは軽便銃として、砲兵、砲兵、視聴兵、戦車兵などの個人自衛用として、あるいは空挺部隊などで使われるようになり、また、第一次世界大戦を境に戦艦機から第二次世界大戦にかけて、機兵存在価値が消滅したことから、単に重心の短い小銃がカービンと呼ばれるようになった。現在では、 アサルトライフルの重心を短縮して扱いやすくしたものがアサルトカービンやカービンモデルと呼ばれている。狙撃銃はスナイパーライフルとも呼ばれる銃である。高精度を出すため超重心のライフル銃を原型にして設計、もしくは精度の高い小銃が選出選抜され改造されたもの。対戦車ライフル、対戦車銃は 第一次世界大戦で登場した戦車に対抗する目的で開発された銃ないし砲に分類である。いわば威力、貫通力に特化した大型のライフル銃である。しかし、人間が受け止められる反動には限界があることから大型化には限度があり、そのため戦車の装甲強化についていくことができず、結果として第二次大戦中後期頃には、 対戦車兵器としては、陳腐した。現在においては、名前と目標を変えて、対物ライフルとして使用されている。なお、戦前から、対戦車ライフルはその威力をもって、ト地下や機関銃座の破壊、軽装甲車両や非走行車両の撃破など、不標法的用途に使用されることも多かった。競技用ライフルは、標的射撃専用のライフル銃で、 射撃場で競技のみに使用されるため、可半性や耐久性よりも、集団性や調整の容易さを重視している。また、ルールの範囲内で、パームレストの変更やウェイトの取り付け、バットプレート、肩当てや、チークピース、方当ての調整機構、精密な調整ができる、マイクロサイトを持ち、競技会場で微調整を行えるように調整用の、 ボルト類が露出しているため一般的な銃とは異なる外観のものが多い。民間向けのスポーツモデルをベースにしたものと競技専用に設計されたものがある。一部種目を除き連射の必要がないため基本的にボルトアクション方式で相談数は一発が主流である。競技が盛んなヨーロッパには大手の銃器メーカー以外にもアンシュッツやアインベルクバウなど 競技銃専門の中小メーカーが多数存在し、サードパーティー製の調整部品も多い。競技用の拳銃も特徴は同じである。クレー射撃も狩猟用ではなく、競技用の散弾銃を使用する。競技に関しての詳細は射撃競技を参照。狩猟用ライフルは、主に狩猟射撃に用いる小銃で、狩猟対象に応じて様々な種類の銃や口径、実報。 弾薬がある。ジッポは、ウサギなどの小型動物を必要以上に傷つけない、昇降径で殺傷力が低いもから、22LR など、鹿や熊などの大型銃を仕留める、大口径で殺傷力が高いもの。30カー、308ビンなど、ゾウなど、超大型銃用の、極めて大きな破壊力と遠射性を備えた特殊なもの。300ウィンマグ。 338ラップマグなどまで多彩である。日本では、超重保護法により、ミリ 5.9mm 以下のライフル銃を狩猟に使用することは禁じられているため、オリジナルが、223レミントン 5.6mm であるライフルは、狩猟用途の場合は口径を 6mm 以上に改造して所持されている。競技用としては 5.6mm のままでも、所持可能。当然、 22LR 実縫を使用するライフルも、競技用としてのみ所持可能。銃は、ボルトアクション式や半自動式のものが数多く、商品化されている。また、鳥や小動物量用に圧縮空気やガスにより、弾丸を発射する、空気銃、エアライフル、ガスライフルという銃もある。これらの狩猟用ライフルは、一般人の所持を前提としているため、治安上の問題から、 多くの国では、全自動式の所持は規制されており、装填弾数も制限されている場合がほとんどである。資料用といっても一般人がスポーツとして楽しむ場合がほとんどであるため、標的射撃と兼用で使えるものや、趣味性の高い銃も少なくなく、アサルトライフルから全自動機能を取り除いた、スポダーと呼ばれる、民間版 M16AR-15、 G3H&KHK91、オーガスト SPP などの小銃もある。日本の銃刀法では狩猟射撃用、標的射撃用ライフルを双方とも領銃と定めている。ただし前述したようにそれぞれ所持に必要な要件は異なる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。